ました。真田牧子、跳馬の1回目、平均台の失敗を床で取り返しました。3種目目。さあ、ここでも取り返してもらいたいですね。ちょっと前でしたが、まず原コーチが指示をしています。そうですね。屈伸ですか。あ、今のはクエルボですね。クエルボですか。もう一度見ましょうか。あ、これはひねりの方です。はい、塚原の屈伸ひねり。あの手のつき方でちょっとのことで違ってくるんですね。その得点は 9.575。真田の2回目です。2回飛んでいい方が真田の得点になります。2回目はどうか。抱え込みの塚原飛び、しかも1回ひねっています。いいですね。着地も決まってますよ。この跳馬の場合は基礎点というのがありますが、この飛び方で満点を出しますと10点満点ということになりますね。そうですね。あの10点の高度な技なんですけれども、さあスローでご覧になっていかがですか。あのスピードがあっていいですよ。一回完全にひねり切ってますもんね。はい、で着地も決まってます。得点が出ました。 9.1